西久保駅は、カラフト豊原市に存在した、鉄道省豊か線の駅である。現在は、ロシア鉄道局と鉄道支社サハリン地域部の、ダーリニー駅である。終戦直前に、豊原奥、鈴谷間の新線付け替えに伴い、廃駅となったが、ソ連国鉄への編入前に現役名で復活した。現状に関しては、サハリン州及び、サハリンの鉄道の項目も、 参照のこと。1925年10月、豊か線の豊原鈴谷間開通時に開業。駅名の由来は、日露戦争のカラフト攻略時に、現地で戦死した西久保豊一郎少佐にちなむ。終戦直前の1945年7月に行われた豊か線の新線付け替えに伴う廃止休戦区間にあったため、 隣駅の鈴屋駅と共に廃止されたが、同年カラフト鉄道局線を接収した、ソ連の手で、直ちに急0区間の復旧が行われ、翌1946年2月、日本統治前の元の地名であるダーリニエ駅として復活。同年4月の南サハリン鉄道局発足に伴い、ソ連国鉄に編入された。 ロシア運輸通信省サハリン鉄道局承継後の1994年に実施されたユジノサハリンスク、ホルムスク線のボデレベンスカや 77km ピケット休憩廃止に伴う同線の支線下で貨物取扱いを廃止した。駅から約 150m 正方のホルムスク、街道沿いにロシア大手スーパーマーケットのマグニートが出展したのに合わせ2014年に駅舎を 撤去して跡地に新しい乗降ホームを設け、店も寄りのホルムスク街道までの取り付け道路が整備された。2019年にはユジノサハリンスク駅との間で改め機工事が完成し、後期区間と競期区間の境界駅となった。現在はユジノサハリンスクーダーリニエの区間列車が3往復、フリスタフォラフカーダーリニエを走行する快速列車が 毎日に往復停車する。また、狂気区間を走るノバデレベンスカヤ駅の列車も毎日に往復設定されている。なお、ノブデレベンスカヤ方面の列車は、ユジノサハリンスク駅方面きの列車が発着する、ホームから500メートルほど離れた専用ホームから発車する。ありがとうございます。